さあ続きましてはおうちでちょこっとらいのコーナーです。地域で活躍する講師が生活を豊かにするさまざまな豆知識を教えてくださいます。今回はバレンタインがもう間もなく、そしてホワイトデーが3月ということで、横浜アレルギーラボのメンバーで旭区で栄養管理、管理栄養士の料理教室菜の花キッチンを主催されています富山彩さんがアレルギーの方でも楽しめるお菓子作りを教えてくださいます。それではご覧ください。皆さんこんにちは、管理栄養士の富山彩です。今回はお家で簡単に作れる、アレルギーのある人でもない人でも美味しく召し上がっていただける卵、乳、小麦を使わないお菓子作りをご紹介します。それではお家でチョコトライ。さあでは野菜のさつまいもを使った健康と美容にも嬉しいスイーツ、さつまいもとレーズンのトリュフを作りましょう。材料をご紹介します。まずさつまいも、皮を剥いた状態で 180g、皮付きだと大体 200g ぐらいです。それから無調整豆乳が大さじ4杯、 60cc ぐらいになります。調整豆乳というものを売ってますが、甘みのない無調整豆乳を使ってください。そして、これは甜菜糖です。なければ普通のお砂糖でも構いません。砂糖が大さじ3杯、そして塩が1つまみ。塩を入れると、よりお芋やお砂糖の甘さが引き立ちます。ココアパウダー、砂糖の入ってる、ココアではなくて純ココア、ココアパウダーですね。これが、小さじ1杯強、なくても大丈夫です。あると中に茶色い色がついて、よりこうチョコレートらしくなります。次にレーズン、これはもう刻んだ状態です。刻んだ状態で入れてもいいですし、ゴロゴロ大きいのが好きな方はそのままでも大丈夫です。もしも硬ければお湯につけて少しふやかして、お湯を切っておいてください。で最後に、丸めたトリュフにまぶす、ココアパウダーですね。これが大さじ2杯ぐらい以上です。それでは作っていきましょう。まずさつまいもの皮を剥きます。包丁でそちらの方が剥きやすい方は剥いていただいても構いません。皮付きのまんま電子レンジでチンして、剥き後の方が剥きやすければそれでも構いません。今日は先にやっちゃってます。でさつまいも皮を剥いたら 1cm の輪切りにします。さつまいもが切れたら耐熱容器か、もしくはこういったタッパーに重ならないように並べて入れます。少しぐらいは重なってもそんなに問題ないです。これで電子レンジ600ワットで3分加熱します。電子レンジで3分チンするんですけれども、もしもお芋が硬ければ追加で加熱してください。用事を刺してスッと通れば大丈夫です。次にこのさつまいもを熱いうちに潰します。私はこういったマッシャーを使いますが、これは実は100円ショップで買ったものです。もしもお子さんと一緒に作る場合なんかは、こういったビニール袋にさつまいもを入れて手でぐちゅぐちゅぐちゅっと潰しても OK です。ただ熱すぎるとやけどしてしまうので、少しその一番熱い熱が取れてから行う方がいいと思います。なければフォークで潰すのでも大丈夫です。でさつまいもを、潰したら、今度は熱いうちにお砂糖とお塩を入れてよく混ぜます。これなぜ熱いうちに混ぜるかっていうと、その方がお砂糖が溶けるからですね。まあ、大体潰れたかなと思ったら
お砂糖とお塩を入れるんですけど、お砂糖はですね、さつまいもの甘さに合わせて調整してください。もしもこんなさつまいもがこう甘くってしっかり甘さがあるから砂糖はもっと減らしたよって方は減らしていただいても構いません。それから、ココアパウダーも入れてしまいます。だいたいお砂糖溶けて混ざったなっていう感じになったら、ここで豆乳を入れていくんですけれども、これもさつまいもの硬さによって量を調整してください。でここでもしも柔らかくなりすぎてしまったなと思ったら、一回冷蔵庫に入れて冷やし固めてください。そうするとさつまいもが、さつまいものでんぷん質が冷えて固くなりますので丸めやすくなると思います。あんまりべちょべちょだとちょっと丸めにくければ、そういう風に一度固めてから丸める方がいいと思います。大体混ざったのでレーズンも入れます。レーズンはお好みでなくても良いです。苦手な方はなしにしてください。これを例えばオレンジピールとか、それからナッツとか、もしアレルギーがね大丈夫な方は入れていただくと、ね、また違った美味しさになると思います。全体が混ざりましたので、これからトリュフの形に丸めていきたいと思います。で3センチメートルぐらいのものを作りたければ、だいたい10等分ですね。線をつけてこれで手で丸めていきます。ここですね。で手で丸めたらココアパウダーの中に入れて、ココアをまぶして少し形を整えてあげて、こういった形で完成です。これも、今ボウルでやってますけど、ビニール袋に入れてシャカシャカ振るのでも大丈夫です。ただまとめて入れてしまうと、こっちのお芋の水分でココアパウダーがべちょべちょになってしまうので、1個か2個ぐらいでやるといいと思います。はい、完成です。このように箱に入れるとさらに、まるでチョコレートで作ったトリュフのようですね。チョコレートを入れていなくてもチョコレートを食べているかのような満足感が得られます。とっても簡単に作れますので、お子さんと一緒によかったらやってみてください。ありがとうございます、いかがでした？アレルギーを気にせず子供が食べられるというのが嬉しいですよね。どうしても子供たちの中で友人たちが食べているので一人だけ食べられないと言ったら、もう親心と言いますか、大人からしたらちょっとかわいそうでしょうがないと思ってしまうんですけれども、簡単に多分お子さんと一緒に作ることができますし、ぴったりですね。そうですね。教えてくださいました富山さんなんですけれども、赤ちゃんから大人まで健康にをテーマに、離乳食やビーガンメニューなど家族全員で美味しく楽しめる料理教室を開催されています。こちらチェックしてみてください、はい。また横浜アレルギーラボでは、アレルギーに関する悩みを抱える方々の相談会ですとか、アレルゲンを使用しない親子クッキングイベントなども開催されているということでね、こちらもぜひホームページご覧になってみてください。さあ次回も富山さんがアレルギーの人でも美味しく食べられますスイーツの作り方教えてくださいますよ。お楽しみに。以上、おうちでちょこっとラインのコーナーでした。